しゃい。今日は先日お伝えしました新たな手腕の、福岡でのですね先行販売の、場でお届けしております。じゃあ早速酵母が及ぼす味への影響をもっと詳しく、いい質問ですね。ちょっと選んできます。総本まれ木本純米大吟醸の6号酵母限定酒、こちら紹介したいと思います。前にもねお話ししたと思うんですけど、総本まれ酒造のこの木本の純米大吟醸だったり純米吟醸だったり純米というのは6号、7号、9号、14号それぞれ別に仕込んだものをブレンドしてあります。別に仕込んだものでそれぞれ酵母の特性があるんで熟成を経ていいところがそれぞれ出るようにブレンドして出荷されてるんですけど、6号酵母の限定酒というのは住吉庵別注でね出荷してもらってるんですけど、なんでこの6号酵母のものを選んで出荷してもらったかというと一番若いんですね。熟成しても若々しさフレッシュさがしっかり残ってるという。例えば総本まれの7号酵母で仕込んだものを飲んだ時にはちょっと気難しいというか、その7号酵母があることで総本まれのお酒の文化性みたいなねものが表現されるんだなと。で例えば14号っていうのはものすごくこうスタンダードな、味わいでね、コーヒー豆でいうとブラジルみたいなそのベースの味を作るみたいな。今日の、酵母が及ぼす味への影響をもっと詳しくということなんですが、これも多分ね動画で説明したことあると思うんですけど、お酒の作りをロックバンドに例えるとっていうのが、僕は一番分かりやすいなと思うんですけど、4人編成のボーカル、ギター、ベースドラムみたいなのでこう例えた時にボーカルが酵母なんですね。でギターが、人、ギター兼ソングライティング兼プロデュースみたいな、よくあるパターンが人ですね。ドラムが米でベースが水みたいな、そういう立ち位置でお酒っていうのは構成されてるよというのが僕は一番しっくりきてるんですけど、先にリズム隊のねドラムとベースの話をすると、ベースとドラムがしっかりしてないバンドなんてもう全然つまんないわけですよ。ただ一般の人がバンドを見た時にこのベースめちゃくちゃグルーヴあるねとか、このドラムの安定感半端ないねみたいな話ってあんましないじゃないですか。だからお米とお水っていうものもお酒の中ではそういう存在というか、明らかに骨格とか、品格とかね、それこそその、音楽でノリみたいなものを作ってるのは米と水であって、それがもう基盤なんですけれども、それを、一般の人が感じるのはなかなか難しいと。逆にこうギターとかソングライティングっていうのは、そのバンドがどういうこうカラーになっていくのかね、牽引していくという意味では酒造りにおいては人になるわけですね。で肝心の酵母という話ですが、例えばそのもう男性ボーカルか女性ボーカルかでそのバンドのカラーってものすごく分かれるわけですよ。ハスキーなボイスなのか高音ボイスなのかというのでもまたカラーが変わるし、そもそもラップなのか拳の効いたソウルフルな歌声なのかでもバンドのカラーっていうのは変わりますね。酵母ってそういう感じです。6号とか7号とか9号みたいな、いわゆる一桁台といわれる古い酵母っていうのはなんかすごく、スタンダードな落ち着いた味になりますし、18号1801とかっていう酵母なんですけど、皆さんがこう飲まれてるめちゃくちゃ香りがあってフルーティーで派手だなと思うお酒っていうのは大体18号系のね1801からこう、その各蔵が分離したりだとかしてる、そういうものが使われてることが多いです。なので酵母を選択した時点で、味が派手なものになるのかこう落ち着いたものになるのかっていうのはある程度決まってくるわけですね。じゃあ例えば菊姫の純米みたいなものっていうのは、王道でねすごく落ち着いた味わいで、7号なわけです。一方風の森みたいなジューシーなものっていうものも7号なんですね。風の森も7号でその菊姫も7号で全然酒違うじゃないかってなるんですけど、それってもう曲調みたいなものっていうか、バラードなのか激しく踊るのかみたいなところで、実際菊姫の純米の生ってものすごくキャッチーなんですよね。でもそれを火入れして熟成することでこう落ち着いたもう噛んで飲みたいような味わいになるし、
で風の森はものすごくそのジューシーでフレッシュなのはもう出来たてをそのまま瓶詰めね、全く酸化させずにしてるのでああいう味になって、でも実は根本的な味のその方向性というのはやっぱ7号酵母ということで同じようなところを向いてるというのがありますので、酵母で味が決まるって言ったらやっぱそんなにつまんないものはないんですけど、まあ、酵母で方向性というかどういう酒になるかっていうのはもう確実に決まるので、まあ言うならやっぱりベースとドラムが変わるよりもボーカルが変わる方がバンドってイメージ変わるじゃないですか、まあ、それと同じように、まあ、米とか水が変わることよりも酵母が変わることの方がお酒の印象は変わるということは確実に言えると思いますので、まあ、特にねまだ飲み始めの方っていうのは酵母でお酒を選ぶ分かりやすいかもしれませんね。あとはまあモダンかクラシックかみたいな、モダンかクラシックか選び、その中で酵母を選ぶのがいいかと思いますので、ぜひご参考ください。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。